ぱりこれは米山さんからもお聞きして、これはちょっと絶対に行くべきだなと思いまして、導かれてまいりました。これから本当にこんな世の中ですけど、やっとちょっと声出しができるような今状況ができましたので、声出しをして、で歌をちょっと皆様にご披露できたら、それが本当に幸せです。よろしくお願いいたします。森谷です。全く個人的な話なんですが、仏教の言葉に四苦八苦というのがございますよね、米山先生。四苦というのは生まれる苦しみで、それ四苦のうちの一つがそうですね。それから老いる苦しみ、それから病になる苦しみ、そして死ぬ苦しみなんですが、その他にまたあと4つあるんです。それは何て言いますか、まず愛するものとか状況とか人に必ず分かれていかなきゃいけない。それと次の一つは、憎らしく思っている人、あるいはとても嫌な人にも会わなきゃならない苦しみ。でもう一つは、こっち向いて言わないそうですねでもう一つは、求めたいものがあるのに自分の手に入らない。そして最後が、なんて言うんですか、全てのもの、全てのものは、不浄ではない、移っていくという、これを四苦八苦というんです。で実は昨日私、ですね、ちょっと心の痛むようなというかショックを受けたことがありまして、それは何かと言いますと、もう認知症機能検査をして運転免許を更新するかどうかということで非常に悩んでます。今家族は全員反対します。もう80なんだからやめろと。だけど今までやってきたことをやっぱりやめなきゃならないっていうのは、やっぱりこれ苦しみなんですね。で、まあもうやめようと思ったんですが、明日8時半から認知症機能検査をとりあえず受けます。でも運転に自信がやはりだんだんなくなっているので、ハンドルを握ろうと思いまして、その前、数年前よく御徒町に竹屋というお店があったのご存知です？ご存知です？はい、存じ上げております。そうですね、いろいろ生活雑貨から服、それから食べ物、飲み物、すべてが非常に安くて、そして品揃えも豊富で、非常に流行っているところだったんで、またその周りにそれを当て込んでお店屋さんがいっぱい揃っていたというような状況だったんです。で私は、認知症機能検査を受けることもありまして、新橋から半地下をこう入っていって竹屋に行ったら、なんともう3分の1ぐらい縮小してるんです。まあ衰退してるわけですね。でこれはやっぱり最後の8区のうちの全てのものは常ならないというか、全て移ろっていくということの、一層もうなくなっていればよかったんですが、非常に衰退しているのを目の当たりにして、何とも言えず本当寂しいと言いますか、複雑な心境でした。そんなことを感じながら、宿泊ということを、お話したわけですが、明日は8時半から冷めずに行って、とりあえず認知症機能検査を受けてきます。で免許証を更新するかどうかは、家族の意向というよりも私がもう決めてしまおうと思ってますが、その認知症機能検査を受けるのは、実は私は総裁もご存じですが、大変にお酒が好きで、若い時からもう大酒飲みと言われたんですね
50歳になる前ぐらいですかね、あの太陽を見るとチカチカッとして目の前が真っ暗になって頭が痛くなる症状が出たんです。で、慈恵病院に行きましたら、もう過度の飲酒で脳が萎縮しているということの診断を受けました。非常に慈恵の先生に叱られました。で、それから、その時にすでにあなたの脳は50歳で70歳の脳年齢ですよということを言われましてね。で、それから少しお酒を控えていったら、まあ、徐々にその症状は消えて、また頭の方も少しは回復したんだと思いますが、前回の認知症機能検査を受けましたら98点取って、実はその中でトップだったんです。で、それが嬉しくて、また今回、まあ、免許証を更新するかどうかは、まあ後のことにして、とりあえずそれは受けてみようと、脳が一般的にどういうふうにな反応が出るかということを楽しみにしたいと思ってます。でもやはりね、老いるというのは場合によったら死ぬことよりも辛いかも分かりませんね。できてたことがだん、まあ、総裁は別格ですけどね、はい、いや、最初に会ったのが2年前ですよ。そうです、私と、はい、で、岩城信子さんのところで、はい、そうです、岩城信子さんのところで会ったんです。その時のイメージと今はもうあなた別人だからね。どう別人なんですか、ね、どう別人。いやいや、もう生まれ変わってね、あら、もう本当に活力を感じるわけ、うん、それじゃあ、ほら、この後で受ける注射のせいですね。いやいや、予防医学学会のいろんな理由があって要素あるんだろうけども、かなり2年間の間にね。そうですか。15歳から20歳は、じゃあどのぐらいひどかったかということですよね。2年前は本当だよ。いや、今日今朝ね、実は自分でも思うでしょ。いや、思いませんよ。どんどん衰えてますもん。衰えてます。なないと足はフラフラします。今日実は総裁のご存じの芝大神宮の名誉宮司夫人から電話があって、あ、会いましょうって、 お酒を2升あげるから、あそこその間のね、美味しいお酒をよく来るんですよ。で、私仲がいいのでよくもらうんですが、芝大神宮、大神宮です。1000年以上の歴史のあるところですね。で、私はもう飛んでそこへお酒をもらいに行きたかったんです。酒飲みですから、うん、ですけどね、いや、今日はちょっと100歳以下あるから行かれないということで、総裁のお話をさせていただいたんですよ。で、まあ北朝鮮の問題とかいろいろと、金正恩はちょっともう偽物というとおかしいですけど、そんなお話をしたら非常に興味を示して、じゃあしっかり聞いてきて、またその情報をくださいということを、大神宮の名誉が、山城もお参りに行ってるから。あ、じゃあそうですか。事務所が近所だから。あ、そうですか、うん、もうちょっと名誉宮司はかなりお具合悪くてね、うん、今息子さんになってますけど、いずれお連れしますので、はい、よろしくお願いします。そんなことでした。以上です。ますきれいになって。きれいにならないですよ、それは嘘。よっぽどひどかった。2年前がよほどひどい。あなたでも言って、皆さんに聞いてみよう。私もそのように思っております。だって会ってないもん、2年前。半年、この半年ないです。それでは失礼いたします。同じく塾長をしております青木佳代子と申します。よろしくお願いいたします。いつも最後にお話をさせていただく機会をいただきまして、誠にありがとうございます。私はマリさんのような活動が本当に素晴らしいというふうに感じておりまして、そこまでは全然まで至っておりませんけれども、私は女塾というコミュニティを立ち上げまして、世のため人のため営利目的ではなく、そして会費などもいただかない、そんな中で女性がの地位向上も含めまして、なかなか一番のところっていうのは、その子育てをしていく中で昔と比べまして、非常に女性が大変な今地位というかですね、役割が大変になっている。昔でしたら父親が働いて専業主婦で生活ができましたけれども、今は専業主婦では生活ができないので、ダブルインカムで働きながら育児と家庭をやっていくという、そういった時代がなんで
こう時代が過ぎていって豊かにならずに大変になっているのかなっていうところに疑問がございまして、まあ、そこからですね自分ができることをやっていきたいという思いでコミュニティを立ち上げまして早い4ヶ月が経ちました。聴導員総裁から の大変大きな助言をいただきまして、そのようなきっかけを作っていただいたことに本当に感謝しております。ありがとうございます。現在はコミュニティまだ120名ぐらいでございますけれども、少しずつ活動しながらコミュニティを広げていって、そしてその広げるために月に1回セミナーを開催して、それも開催の費用に関しましても実費のかかる費用だけということでやらせていただいております。そういった志を皆さんにご理解いただけることでですね、少しずつコミュニティも評価していただきながら広がっていきまして、毎月の開催の同じくセミナーも早い段階で満員という形になって、今を運営をさせていただいております。次回は10月23日こちらの聴導員さんのお宅をお借りしまして1時から行う予定でございますけれども、現在も26名ということでご参加の方をいただきました。誠にありがとうございます。私はですね、全く そういった気持ちだけで手探りの状況で今の活動をさせていただいているので、ぜひ皆様方から教えていただきながらよりいいコミュニティ作りをやっていきたいなというふうに思っておりますので、どうぞ今後ともご支援ご尽力いただけますようによろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。それでは最後にですね、聴導員総裁の総裁さんご指示ということで、ご指示というかお話をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。毎月、この黒沢宏さんの花ならば、まあ、これをこれを聞けるのが楽しみで生きております。これ本当に今の時代にこのまっすぐに生き抜こうという、ね、価値が、これは私のやっぱり考えている生き様とピタッと合うから、だから花はきれいで咲けばいいって言って、この何は木はまっすぐ伸びればいい、まあ、木や竹はまっすぐ伸びると、そして人間も一つの優しさと小さな愛があればいい。これがないんですよ今の時代に。だからこれさえあればいいと、この私は最初にうちの息子がやってるメドというバーディック、あれはそこで私が作った歌を聴かせてくれって。で、それを聴いたわけ。パッと聴いた、これはいい歌だなと。聴いただけですぐね、分かったわけ。だから、いいものはそのままストレートに体にスッと入ってくるわけです。だから、いろんな歌手の歌を聴いても、全く入ってこない歌がたくさんあるわけ。だから体に入ってくる歌が少なくて、やはり、入らない、もういい加減なわけのわからん歌がいっぱい氾濫してる。これが日本人の民度を落としてるわけですよ。だからそういう意味で、この、まあ、演歌を含めてあらゆるその芸能のいわゆる作品がやっぱり芸術作品がないわけだから、みんな安倍とかいわゆる菅とか麻生とかね、こういうやっぱり下品なやつが増えているわけ。やはりやっぱり芸術と品格っていうのは教養と品格ものすごい大事だったでしょう。そういう意味ではこの人は品格があるわけ。これは間違いない。
あ、これはいいなと思っているで、君が代を拝して花ならばを国家にしたいと、ね、まあ、それほどこの歌に惚れ込んでるわけ。ありがとうございます。だからまああの次の日曜日やられるランチのショーでもぜひ歌っていただきたいと思っております。でまた昨日柳川君から電話が入って、黒沢博さんのショーへ行けと今いう話をしとって、なら、そのサンバの話でこの人はサンバできるから推薦してあげてくれるから、それで電話したわけです。ああ、はい、柳川君の推薦です。まあ一言、今の新しい内閣を構成するわけで、まあ、本気でこの日本の国難を乗り切るための真剣勝負をするには戦える人間がおらないんですよ、これまだ。だから戦える人間は民間からでも入れろと言って、だから昨日橋本徹が甘利に対して、あなたは大臣室で右翼の土建業者から100万円受け取った問題、これは言っとった時に甘利はもうバタバタしてしまって、いやそれはあの秘書が連れてきて大臣室へ就任お祝いの挨拶を来て、それで受け取ったとか受け取らないとか言ってるわけ。橋本徹はこれはそこは大臣室は行政だと、政治資金は議員だとこう言いましたね。だから行政大臣室で受け取るというのはこれは節度がないんではないかと、まあ言ったわけ。だから行政では受け取ったら収賄になるわけ。だから明らかに収賄なんて言って、政治力でこれを潰したわけ。本来逮捕されて刑務所行くか行かないかの問題。それがまた幹事長だったと。だからそういうその犯罪とね、責任というものについて非常に緩い甘いということなんです、これは考え方が。人の噂も75日か79日で忘れちゃってる。これやっぱりきちんとけじめつけなきゃいけない。江戸時代なら武士ならばこれ腹切らないかもんで、あまりも腹を切って火を持って国民に詫びを、けじめをつけるという、お詫びをしてけじめをつけなきゃいけない、立ちません。それをまあヘラ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 と出てきて、私はこの幹事長になりました。ではですね、これはやっぱり ますます政治がもう金銭感覚が、ま、完全にも麻痺してしまって、どの金をどこで受け取ろうがもう当たり前のようになってしまっている。だから安倍の問題でもやはり安倍がまたものすごい影響力出てきたとか言ってみんな喜んでるけども、安倍のまだ始末は森友学園もついてないわけだ。これ赤木という役人が自殺してるわけだ。その責任取って佐川時代局長はその嘘をつきまくって安倍からお褒めの言葉をいただいて犯罪者が国税庁長官になったじゃない、これ出世したわけだ。だから中村至は TBS の山口ワシントン支局長をが強姦した事件を、薬を飲まして伊藤沙織という女性を強姦した。この伊藤沙織は恥を忍んで